ハ水イ町、ハ水イは佐賀県佐賀市の中心部から東へおよそ6キロメートル付近一帯の地名である。室町時代に築かれたハ水イ城を中心に発展した城下町で秋代の中国で1577年に完成した図書編には奉仕圧一系として言及がある。江戸時代には佐賀藩の市藩ハ水イ藩が置かれ、明治の廃藩地検の直後は、 は水け県となり、後に佐賀県の一部となった。周辺の旧市半領だった地域の村を合わせて編成された神崎郡は水いけ村は1935年に調整を施行しては水け町となり、1955年に大部分が佐賀市に編入されて佐賀市は水け町となった。なお、一部の地区は周辺の三河村と新たに千代田村を編成した。現在は、 佐賀市の、蓮池町蓮池、蓮池町三島、蓮池町小松、蓮池町小賀の4地区となっており、蓮池城跡、県庁跡には、蓮池公園が整備されている。蓮池町エリア周辺国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成稼働回収後の現在の佐賀江川。片粘土が川岸に堆積している。 現在のハスイ町相統地域は佐賀市の最東部に位置している。西、北、東で神崎市と接しており、南東部では福岡県大川市とも接している。一帯は極めて平坦な佐賀平野の中央部にあたる。筑後川を中心に水路や消火線が網目のように入り組んでおり、クリーク地形と呼ばれる。西の方からは佐賀市の中心部から、 佐賀港が流れてきて、おおむねその佐賀が、はすい町地区である。この辺りで来たから、中寺港と上原川とが合流している。中寺港は、稼働改修が行われる前の上原川の本流で、その上流には、吉野ヶ里遺跡がある。佐賀港と上原川の合流後間もなく地区後川に、注いでいる。これらの河川はかつては複雑に蛇行していたが、 長年の稼働改修によって大きく、流路を変えている。波水家町の町域や、大技、障子の区割りには、旧来の流路の名残があり、現在の川筋から見ると、飛び地状になっている。波水家町地区のシンボルともなっている旧、波水家町跡の掘り割りは、かつては蛇行する、佐賀港の流路そのものが利用されていたが、佐賀港の改修によって、 本流から南へ突き出たような格好になっている。古代の波水家は有明海に面する海岸だったと考えられている。町の東部、上原川をまたがって分布する芝生橋下流遺跡では、最深部で後期様式の弥生式土器が見つかっており、以降の時代のいくつかの層にも住居跡が検出されている。平安時代に兵士が台頭すると、 はすいにあるか立つという港は貿易船が出入りする地となった。この時代に統治を治めた平家家臣のはすい氏の一族が四国の都佐国に移り、はすい城を築いたとされている。間もなく兵士が滅亡した後も兵士の残党がここに移り住んだとも伝えられている。中世には九州北部を中心に半島を広げた小二市の影響下に入り、 これに侵入する犬塚氏と小田氏が城を築いた。このうち小田氏が蓮池に築いた小田城が後の蓮池城である。戦国時代になると小西、大内氏、大友氏などの勢力争いに巻き込まれ、やがてその争いの中から台頭した竜造寺氏が犬塚氏と小田氏を破って蓮池一帯を制した。戦国時代後期には竜造寺氏の家臣だった鍋島氏が主家をしのぐようになり、 はすけ城は、鍋島市の居城となって、江戸時代を迎えた。鎌立に残る土造築後川の河口に近い、佐賀平野一帯は、皇居が縦横に走り、クリーク地形と呼ばれている。現代では、稼働改修と築堤によって流路が整備されているが、かつてこの辺りは蛇行する築後川とその支流が、有明海と連なって、気水域を形成していた。 現在の波水家地区の東方には中津江あるいは堺高湖と呼ばれる水域もあった。資料によれば、この一帯で最も早くから形成されていた集落の一つが鎌田郷である。鎌田郷は奈良時代に成立した非前国風土器や平安時代の和名類受賞に長見え、鎌田、鎌田郷と記されている。奈良時代には現在の佐賀港の川筋にあたる位置が 海岸線だったと考えられており、そこに鎌達と呼ばれる船着き場があった。鎌達は平野忠盛による日ソ貿易で利用されていた。現在の鎌達地区は、蓮池町東部の佐賀港と城原川の交流天成岸付近に位置している。また、蓮池は平野清盛の着南、平野茂盛と深い関わりがあると伝えられている。 平安時代末期の蓮池の横領子に、土井宗綱という人物がおり、重森の家来であったと伝わる。後に、宗綱の子、土井家綱が、土佐国高岡の横領子に任じられた。家綱が高岡に在任中、源の頼朝が関東で挙兵すると、平家法の家綱には、土佐にいた、源の望みにを打つように命が下り、家綱はこれに応えて、 源の望みにを打ち取った。その功により、家綱には、土鎖国の地を配慮し、高岡に築城して、蓮池城としたのだという。鎌津は、現在の蓮池町を構成する四地区のうちの一つ、蓮池町小松地区にある小技となっている。小松地区はもともと小松村と呼ばれていた。これは、小松田と呼ばれた、 平野重森の一党が当地へ落ち延びてきたことから、ついた名だと伝えられている。鎌倉時代以降、鎌田里を中心に神殿の開発が進み、これらが加納殿として、荘園のものとなった。原稿の後、これらはくじ引きによって御家人に分け与えられた。鎌倉時代の末期に、五代醐天皇の御子金永親王が、清々将軍として九州に下校してきた。 これに従った筑後宇都宮市の一派が筑後国水間郡、犬塚郷に到着して犬塚市となった。その後、明王年間に犬塚家庭が鎌田里へ進出し、城原川の東に先村城を築いて本居とした。先村にはこの辺りを代表する大きな船着き場があった。犬塚市は城原川の西に鎌田工場を造営し、 文系を入れた。先村城の本家を東、犬塚、鎌田工場の文系を西犬塚と称した。このほか鎌田工場の北方にも自家町城を築いて文系を設けている。なお、犬塚家の資料では明王年間にこの地へ入って鎌田港に築城したとされているが、それ以前から鎌田港には城があったとする資料もある。 聖徳年間に成立した九州治乱記では南北朝時代の吉の方に組みした菊池氏が昭平15年に鎌田工場を築いたとされている。そのため犬塚氏は菊池氏の宮城を修復して利用したのだろうと推測されている。蓮池城はもともと小田城と呼ばれていた。城は蓮池地区と南の諸富町小局地区とにまたがって位置しており、 小曲城とも呼ばれていた。これを築いたのは、大三十四年に、日立から九州へ下校してきた、小田直光である。八田地下を外する小田氏は、日立国小田悠を本願とした氏族で、直光は、その分流である。追記時期は、大江年間とされている。小田氏は八代百六十年にわたり、小田城を本拠地として、佐賀軍、神崎軍、 宿後国水間軍にまたがる六千長部を支配した。平城ながら、佐賀港を堀として、周囲を固めた織田城は堅固な要害として知られ、中国地方の大名、大内義隆が九州へ攻め込んできた時も、城を守りきり、大内軍は工場を諦めて引き返したとされている。大内氏を後ろ盾とする佐賀の竜造寺氏と、小西氏を後ろ盾とする、蓮池家の織田氏は、 しばしば争ったが、龍蔵寺氏も小田城を攻め落とすことはできなかった。龍蔵寺高信像しかし、やがて、大内氏と小二氏が共に勢力を衰えさせ、龍蔵寺高信が登場すると、勢力図が変わった。天文22年、龍蔵寺氏は、崎村城の犬塚氏を従え、蓮池城の小田氏を攻めた。この時は激戦となり、 犬塚氏の当主であり、先村城の上司の犬塚、明寺家と、その弟の官邸が、二人とも討ち死にした。犬塚家では、漢字家の子、犬塚鎮字家が上司となり、周辺十三村宣告を与えられた。この戦いの後、織田正光は城を開けて降伏し、竜造寺氏に教順した。この後、永六元年、竜造寺氏は、勢い福寺城の江上武士を攻めるにあたり、 織田氏と犬塚氏に先方として、江上氏攻撃を命じた。織田、犬塚の軍勢は、小西氏に支えられた江上氏の軍勢と戦闘になり、劣勢となった。織田正光は、龍造寺高信の本陣に援軍を求めたが、高信は、あえてこれに応じず見殺しにした。その結果、織田正光は討ち死にした。お田ま光が死ぬと、龍造寺鷹信は、お田城に軍勢を差し向けて、 これを攻め落とし、小田城を奪った。正光には、鎮光という子がいたが、龍蔵寺隆信は、禄十一年に、これを宅へ退け、隆信の弟、龍蔵寺長信を、は水家城主に据えた。さらに、元気二年には、龍蔵寺隆信によって、小田康光が暴殺され、一門の龍蔵寺やばれが、は水家城を任されるようになった。 江上武氏は竜造寺氏と敵対と和睦を繰り返した。a 6十2年に大友総林が竜造寺氏を攻撃するために侵攻してくると大友氏に寝返って竜造寺氏を攻めたが、後に大友氏が退くと竜造寺氏に従うほかなくなった。この時竜造寺高信は息子を江上武氏の養子として送り込み、工場家氏として江上氏の家徳を継がせた。 大友総林の信仰に際しては、犬塚氏は本家と分家が分裂した。先村城の犬塚鎮次家は、龍蔵寺氏に味方し、はす池城に近い西の蒲田工場、犬塚直江は、大友氏に通じて、龍蔵寺氏と敵対した。この結果、犬塚氏同士の戦いとなり、双方とも城主が戦死した。この後、龍蔵寺氏に敵対した西、犬塚の蒲田工場は、 冒険の犬塚鎮火が後を継いだが、間もなく後ろ盾の大友氏が退いてしまい、龍造寺氏によって、鎌田工場から駆逐された。東、犬塚、犬塚鎮次家の維持百十丸は、三百町の治業を、授けられて、北重康に違法された。こうして、崎村城、鎌田工場のいずれも、龍造寺氏の支配下に組み込まれ、間もなく、崎村城、 鎌田工場ともに廃場となった。なお、犬塚鎮火は、後に、龍造寺氏と有馬義順が、富士津軍をめぐって敵対すると、龍造寺高信によって廃下に迎え入れられた。鎮火は、有馬氏との戦いで功を挙げ、犬塚聖火と改名して、森竹城を与えられた。鍋島勝重天正12年、龍造寺高信は、島津氏との北縄での戦いで討ち死にした。 以後は、龍造寺家の重臣で高信の議定でもあった、鍋島直重が主家をがぐ勢力となった。ただし、名目上は、高信の子龍造寺聖家が龍造寺家の当主であり、鍋島氏の主君だった。その聖家は、佐賀城に住んだので、鍋島直重は、はす家城を本拠とした。まもなく、龍造寺聖家は、鍋島直重を養子にする形で退き、 直重は事実上の大名として、佐賀城に移った。羽す家城には、工場家を継ぐために、勢い福寺城の江上武主の養子となっていた、工場家主が入った。この時に、家主は、神崎町城、原の勢い福寺城から家臣を引き連れ、羽す家城下に移住させた。これにより、羽す家城の城下町には、旧来からあった本町に加え、神崎町や、 城原町が新たに形成された。なお直重は、はす城を工場歌手に委ねるにあたり、息子の鍋島勝重を工場歌手の養子とした。しかし工場歌手は、数年後の朝鮮出兵中に戦死し、この養子縁組は解消された。後に、はす城では、鍋島勝重の子、鍋島元重が、所長主として生まれている。 慶長5年の関ヶ原の戦いを経て、鍋島氏は事実上の佐賀藩の藩主となった。初代藩主には、鍋島直重の子、鍋島勝重がついている。慶長7年からは、佐賀城と、その南の守りのようとして、蓮池城の拡張整備を行った。蓮池城の造営は、加労の鍋島生産が司かさどり、天守閣、門兵、書院、全部所などが建設された。 カ重の書状の文面などから、これらが一通り完成したのは、慶長10年10月だったと推測されている。しかし、現那元年に一国一条例が出され、ハス家城の天守や矢倉は破却されることになった。解体した資材は、佐賀城に運ばれて、二の丸や三の丸の建設に充てられた。佐賀藩では、佐賀城、藩主直主を中心に、周辺の書状に直主の子や弟を立て、 佐賀藩の師藩とした。所長氏の元重は、小木藩、弟の鍋島忠重は、常広城に入って、鹿島藩となり、そして五南の鍋島直隅が、蓮池城に入り、蓮池藩となった。これら三つの師藩のうち、蓮池藩の成立は、最も遅く、歓永16年とされている。蓮池藩の成立までには、右予曲折があった。 初代藩主の鍋島勝茂には、元茂という長男がいた。しかし勝茂が、慶長14年に、徳川家康の幼女菊姫をめとると、菊姫の子、鍋島忠直が着男とみなされるようになった。ところが、二代佐賀藩主につくと目されていた忠直が、寛永12年に若くして病死してしまう。忠直の長男、鍋島光茂はまだ2歳と幼少だった。 そこで勝重は、菊姫の子でただなの実定にあたる鍋島直澄を、後継者にするため、ただなの未亡人、江松院と直澄を結婚させた。しかし目論みに反し、鍋島家の家中から、この相続には、異論が出た。代替案として三重と直澄で、佐賀藩を当分することも検討されたが、これも賛同を得られなかった。そのため、はす家城後に館を再建して、 直おを移し、分家させて、市販の蓮池藩とすることにした。なお、館が完成して、実際に、鍋島直おが、佐賀城三の丸から、蓮池城に移ったのは、上王三年ともされている。この頃の鍋島家の内情を伝える、蓮池鍋島家文書が伝えられている。島原の乱の原城攻めで、勝重が抜け駆けした事情や、蓮池藩主となった。 鍋島直澄が、16歳年下の老いで、佐賀本藩の当主となった、鍋島道重の朝寝坊をいさめる内容などが、残されている。はすけ城の周りには、城下町が発展した。もっとも、古くからあったのが、はすけ本町、工場菓子が移ってきた時にできたのが、はすいけ神崎町とはすけ城原町である。はすけ城原町には、職工が集まり、 商工業者が集まった、は水いけ野町、佐賀港に面する船着き場があって、魚の集積地が置かれたは水いけを佐賀中心部へ向かう街道筋に形成された、は水け西工事などによって、城下町が構成された。は水けの城下町に残る町は明治4年7月14日の廃藩地県では、旧は水け藩の全域をもって、は水け県が定められた。県庁は、 は水い城にある旧藩町にそのまま置かれた。県域は、貴島郡八村、富士津郡十三村、松浦郡一村、佐賀郡二村、神崎郡十村から構成されていた。藩政一覧によれば、当時の県の人口は3万1349人であった。4ヶ月後の同年11月14日に、全国の県の統廃合が行われた。は水い県は、 旧佐賀藩の師藩であった小木県、鹿島県と旧唐津藩の唐津県と共に伊万里県に統合となった。さらに翌年に伊万里県は佐賀県に改称した。明治7年には佐賀の乱が起きた。旧波水家藩の藩主たちは藩乱軍に加わるべきかどうかで意見が分かれ、江藤新平、東吉武と面会した。両者とも幼少である蓮池は、 絶対に乱に加わる必要があると主張し、さもなくば、ハスイ一体を焦土と化すと強硬な態度に出た。このためハスイの軍勢も反乱に加担することになったが、ハスイの隊は、佐賀城を脱出する政府軍を友軍と誤認して見過ごしてしまい、政府軍による村への攻撃を許してしまった。戦乱の終盤にはハスイに架か,かる橋をめぐって激しい戦闘が起きており、その橋は、 神代教と呼ばれている。間もなく乱が鎮圧されて、蓮池の軍勢も解散した。この間、蓮池では10名の死者を出した。この後、佐賀県は解体されて、ほぼ全域が長崎県に編入された。明治16年になって、旧佐賀県一帯が改めて、長崎県から分割され、現在の佐賀県となった。この間、旧蓮池藩領は、大工商区制のもとで、 第10代区第1小区となった。旧蓮池城と城下町周辺では、城間と白原町、神崎町を合わせた、蓮池村、蓮池本町と大町、西工事を合わせた東西村が編成され、その他丘陵は三島村、小松村、小賀村が置かれた。歴史的に蓮池城の所在地は佐賀郡に属していたのだが、旧蓮池藩の領地は、 隣の神崎郡に多く分布していた。そのため、明治17年には、旧蓮池上位隊も神崎郡に所管が移された。その後、明治22年に町村制が敷かれると、全域が神崎群蓮池村となった。この時に、蓮池村の大技として、蓮池、三島、小松、小川が設けられた。明治末期の明治十三年の記録では、 当時のハスイケ村は775個、人口5409人となっている。大正3年からは伝統の製備が始まった。村の経済は農業が主体で、米、ビール用の麦、大豆、玉ねぎなどが主な農産物だった。鎌達では魚を原料とする肥料の生産も盛んに行われていた。探し中心部へ通じる街道に沿って商店や宿、 法務局、郵便局、駐在所が立ち並んでおり、商業では、は水いけ魚町が、さつまいもの取引地として知られていた。鎌つは、年末になると、五島列島から下関に至る各地の商人が集まり、海産物や肥料、木炭などの取引が行われて賑わった。交通、輸送は、佐賀港の水運が主力で、は水いけお町と鎌つに、 船着き場が設けられていた。最後の蓮池藩主で、明治初期に蓮池県知事を務めた、鍋島直樹は、蓮池県が伊万里県に統合されて、知事職を免ぜられた際に、鎌立から船で東京へ旅立っている。大正12年には、村内に鉄道が開通した。この路線は、佐賀駅と久留米を結ぶ計画で設立され、その一部分として、 は水池村の中心部付近の約 6.6km 区間が開業したものである。村内には、は水池、け、水池公園、小松、かま津、ソロクに停車場ができ、隣の先村が終点となっていた。しかしこの路線は、間もなく不審に陥り、昭和9年に廃業してしまった。現在でも、沿線の川底に注客が行こうとして残っている。昭和10年に、 は水池村が調整を施行し、は水池町となった。当時の町の規模は755世帯4096人となっている。は水池町の時代には農業団体の組織化や学校の整備が行われた。昭和30年には町営の簡易水道が整備された。昭和30年4月には水池町は佐賀市に編入されることになった。 編入後の蓮池町地区は、旧朝生時代の四、大技をそのまま引き継ぎ、佐賀市蓮池町大技、蓮池、佐賀市蓮池町大技、小松、佐賀市蓮池町大技、三島、佐賀市蓮池町大技小賀の四、大技となった。ただし、旧小賀村の一部地域だけはこれに加わらなかった。蓮池町大技小賀のうち、洋作、ソ禄。 小森田、芝尾の各地区は、佐賀市へ編入せず、神崎群城、田村、境川村、千歳村と合併して新たに、千代田村を編成した。千代田村は後に調整を敷いて、千代田町となり、さらに平成の大合併期に周辺町村と合併して、神崎市となった。佐賀城付近にあった蓮池町旧小型なお、この蓮池町とは別に、佐賀市の中心部にある。 佐賀城の城下町の長崎街道沿いに、蓮池町があった。こちらの蓮池町は、明治22年の町村制市政の施行の際に、佐賀市の一部となり、佐賀市蓮池町となった。昭和30年に、神崎郡蓮池町が、佐賀市に合併して、佐賀市蓮池町となると、市内の別の場所に、佐賀市蓮池町が並立することになったため、昭和36年に、 佐賀市中心部の方の、蓮池町は、佐賀市仙台町に改称した。千代町はその後の町邸の再編によって、現在は、佐賀市柳町の一部となっている。近世の城下町、蓮池町には主に足軽の住居があったほか、地場の豪商の屋敷があった。中でも、小賀全米という五福商の名が残っている。幕末から明治にかけて活動した二代目。 小賀全米はここに屋敷を持ち、明治18年には屋敷の隣に小賀銀行を創立した。小賀銀行は間もなく第72国立銀行を買収合併して規模を拡大、九州五大銀行の一つに数えられるまでになった。小賀邸は豪奏で知られ、50条の大広間をはじめ15の和室を備えており、地元出身の大隈重信が、 佐賀に帰郷するとしばしば、小賀邸に滞在したことでも知られている。しかし、小賀銀行は、第一次世界大戦後の不況の影響で、大正15年に休業となった。小賀邸は売りに出されて、料亭となり、銀行の建物は、佐賀商工会議所や労働社会館などに転用された。旧小賀邸は、平成3年に、佐賀市の所有となり、料亭となる、 以前の状態に復元された。これらの建物は、現在は、佐賀市歴史民族館の一部になっていて、佐賀市の重要な歴史的建物、佐賀市重要文化財に、指定に位置づけられている。江戸時代から明治初期については、資料の時期によって、村の扱いが異なっている。例を挙げると、古賀村は、宝暦年間、天明年間の合村町では上古賀村。 下小賀村となっていて、明治7年の資料では、芝尾村が、主村で小賀村は、子孫の扱い。明治11年の資料では、五河村に分かれている。1871年7月の廃藩地県により、蓮池県となる。同年11月に、周辺県と合併し、伊万里県に編入。伊万里県が百七十二年五月に、佐賀県に改称。 1874年に佐賀の乱が起きる。鎮圧後の1876年に佐賀県は解体され、大部分は長崎県に編入された。1883年に佐賀県が復活して再編成された。1884年に佐賀軍から神崎郡へ移管。千代田村が1965年に調整を施行。2006年に 千代田町と周辺町村が合併して、神崎市となる。蓮池公園早くに廃城になった崎村城、鎌田工場の遺構がほとんど現存しないのに対し、明治期まで藩主の居住するお建てがあった、蓮池城の跡は様々に残されている。曲がりくねって、球場の堀として使われていた、佐賀港は1980年代に流路が、 回収されて直線化されたが、旧蓮池城付近だけはそのまま残され、現在は、蓮池公園の堀井として利用されている。城内には、蓮池藩を八代藩主、鍋島の保養が隠居後に造営した、回遊式庭園があり、天使園と呼ばれていた。天使園は、風光明媚な名園として知られていたが現存せず、旧蓮池をお待ちにある清志国寺に収蔵されている。 天使園絵図によってのみ、王子の様子を伺い知ることができる。現在、天使園の跡地に残る公民館の屋根瓦には、その名が刻まれたものが残されている。蓮池公園は、旧藩時代には、連平城だった場所である。廃藩地県と蓮池県の消滅の結果、旧藩主の鍋島直樹は当地を去り、東京の指定に移った。その後、明治十年に火災があり、 おたてなどを消失した。地元の住民によってその跡地に月山や池が作られ、天使園にあった鍋島の保養の石碑なども移築された。また、旧藩時代の歴代藩主を祀るために、蓮池神社が建立された。地内は鍋島施釈家の所有地だったが、施釈家の寄付により国有地となり、昭和30年に蓮池町が佐賀市の一部となってからは、 市の都市計画施設として整備され、は水池公園となった。は水池公園は、桜の名所として知られ、花見の時期には、縁日や見せ物小屋、オートバイサーカスなどが出展して賑わったという。公園内に作られた池は、佐賀港から引いた水を貯めており、かつては南に隣接する農地15ヘクタール余りの、灌溉に用いられていた。公園は、 約3ヘクタールの広さを持っていて、佐賀港は公園の三方を取り囲むように蛇行していたが、1980年代の佐賀港の稼働改修の結果、現在は川がかつての公園の中央を直線的に横切る形となり、公園は川の南岸と北岸に分断されている。は水池公園には樹齢250年ほどと推定される南京派ずの大木があった。 この木は牢を取るために中国から伝来して、教法年間に植樹されたものと考えられている。この木は、蓮池公園の南京派税として、佐賀県の巨木に指定されていたが、平成3年の台風の際に倒れてしまい、現存しない。小中一貫校不要校7代蓮池藩主の、鍋島直春の時代に、栗原果樹という学者を招聘し、 藩主のための学校として城内に、成明館を創立した。直春は藩主の次男、三男に受講義務付けたほか、優秀者は食費などを給付し、さらに選抜された藩主を江戸の湯島聖堂などへ留学させた。八代藩主、鍋島名保与は、派水家藩の飛び地領地があった富士津軍園殿からも藩主を呼び寄せて学ばせた。学問だけではなく、 武芸稽古のための乱映堂を建て、文武両道を図った。ここでは、法術も熱心に教授された。成明館は、開江5年に、城下で起きた火災で累相を受けて消失した。そのため翌年に、城外の三島村へ場所を移して再建された。さらに、慶応2年に、育英館都会省、明治維新の後も、旧波水家藩士が共同で費用を負担し、私、 学校として学校を維持した。これが明治7年に、は水い小学校となった。は水い小学校は何度か名を変え、育園小学校、三島小学校を経て、扶養小学校の名称に落ち着いた。蓮は別名、扶養と言い,い、扶養は旧は水い城の美少である。後に、扶養小学校は中等科を併設、さらに小松村と、 小賀村に文庫を出した。この内小松の文庫は明治25年に閉校となった。明治41年には扶養小学校に高等科が設けられて扶養尋常高等小学校となった。大正元年時点では尋常科に695名、高等科に142名の児童がいたと記録されている。昭和16年に扶養国民学校となり、戦後は 昭和22年に扶養小学校となり、中学校も併設された。さらに昭和24年に佐賀高校の分校を置き、定時制の普通科、被腹科の教育が行われた。分校設置当初の学生は男子26名、女子65名だった。この高校分校は間もなく、蓮池公園に移転したが、昭和40年に閉校となった。 扶養小学校と扶養中学校は2006年4月から統合され小中一館の佐賀市立小中一館校扶養校となった。当初はそれぞれの校舎を使用したが2009年9月には一体型の校舎に改築された。はす池神社や坂神社の比前小牧野や坂神社の境内。江崎栗子創業者の江崎り一は境内を走るこの 姿に着想を得て、ロゴマークを作ったとされている。鎮西豆の大社。豊臣秀吉が、紀州和歌山県より問い寄せた、御神木、うばめがしが、佐賀県保存樹に指定されている。三島の笠取神社寺院その他、伊藤若忠による、倍イ王像、爆弾三勇士左が、江下五町。江崎李一出生の地記念批判推挙では、反省時代に育まれた。 独自の文化がある。市販のために財政に制約があり、藩の創設当初から向上的な財政難だった。そのために失素倹約が徹底され、副業が重視された。かつては水引きの生産が行われたほか、倹約のために茶が湯の風習が起きたという。破水蓮節破水池節は佐賀県の代表的な民謡の一つである。旧佐賀藩の時代には、 藩内では失踪倹約が尊ばれ、歌舞や芸事は忌避されてきた。そのために、佐賀地方には郷土芸能の類があまり育たなかったと考えられている。そうした風土の中、明治時代になって登場したのが、蓮池武士である。曲都市を作ったのは、蓮池村にいた、三味線の師範で、川島正氏といい、愛称を、とことこ正氏案と呼ばれていた人物である。 かばしまは、はすい村の庄屋の子だったが、幼少期に放送を患い失明して、全盲となった。長崎で音楽とシャミを習得し、地元の花長風月を吟じたり世標風刺した、軽妙愉快な曲を庶民的な佐賀弁で即興で歌った。かばしまは、シャミセを持ってはすいから、佐賀や神崎まで流し歩き、家々の前でその家のことを読み込んで、即興で歌ったという。 カバシの歌曲は佐賀の下流会で人気となり、大正時代から昭和期にかけて頻繁に歌われた。即興であるゆえに、曲や歌詞は多数ううあり、現在はっきり伝わっているのは7曲ほどである。かつては鎌田津と魚町の港を拠点とし、佐賀港と上原川による水運が主流だった。大正時代から陸運が盛んになり、大正12年には、 鉄道が開通するも昭和9年に廃業。探し A バスによる定期路線が運行。ありがとうございます。